オサマ・ハウサーウィは、サウジアラビアの元サッカー選手。元サウジアラビア代表。ポジションは DF。氏名については、オサマ・ハウサーウィと記されることもある。地元メッカのあるアフダメッカで、サッカー選手となり、トップチーム昇格後すぐにセンターバックとして、レギュラーに定着した。59試合に出場し、2008年に退団。2008年に、あるヒラルニー席。 エリック・ゲレツ、監督のもと、レギュラーとして起用され、首相も務めた。サウジプロフェッショナルリーグを3回、クラウン・プリンス・カップを4回制する快挙を成し遂げた。2012年4月には2年契約で、ベルギーの RSC ・アンデル・レヒトに移籍。当時のサウジアラビア代表では、唯一のヨーロッパリーグ所属選手となった。彼は、この移籍によって、 サウジアラビアのサッカー選手としては初めて、ジュピラープロリーグに所属した選手となり、また RSC アンデルレヒトに所属した選手となった。しかしながら、出場機会は乏しく8月25日の王、ルーベン戦で出場したのみであった。なお、この試合は1から1の引き分けに終わっている。その後、同年のベルギースーパーカップでもベンチには入ったものの、出場機会はなかった。 2012年11月、150万ドルで母国のあるアハリジッタに移籍した。サウジアラビア代表として2007年からの出場経験があり、同年にはガルフカップ2007や AFC アジアカップ2007に出場した。2010年5月29日にはスペイン代表戦でコーナーキックから先制点を奪った。しかしこの試合は2から3で敗れた。 その後、AFC アジアカップ2011、AFC アジアカップ2015等に出場した、FIFA センチュリークラブにも登録されている、代表での得点一覧。ありがとうございます。